眠そうだね、アスマ。暖かくなってきたのはいいんだが、眠くてかな。なんだなんだ、篠原、そのヘナヘナした態度は。今日から新入りが入ってくるというのに、先輩である我々がだらけていたんでは示しがつかんではないか。そうね、先輩らしく落ち着きのあるところを見せないとね。太田君もいい加減落ち着かないと後輩から甘く見られるわよ。自分がでありますか。バンバンぶっ放す落ち着かない先輩がいると分かっただけで、逃げ出さなきゃいいけどな。なんだと。でもさ、ほんと今度来る新人くんには期待しちゃうよね。紳士さんは総務課に出向しちゃったし、ひろみちゃんは長期研修でしばらく帰ってこないんだもん。そのための増員のはずだけど、入ってくるのは実践経験のない新人だから、しっかり私たちがサポートしないとね。おお、みんな揃っとるか。本日はお日柄もよく、めでたいことに我が特殊二課第二小隊にも元気あふれる新入隊員が配属となった。おほ、かわいい。どっちがフォワードかな。お前たちが来るとは思わなかったぞ。若いわね。ああ、ほらほら、静粛に静粛に。新人さん困ってるでしょ。それではポジションの発表を行う。空谷みどり巡査、3号機指揮者担当を命じる。はい。江戸川区火災で404発生、特殊二課第二小隊直ちに出動せよ。江戸川区火災で404発生、特殊二課第二小隊直ちに出動せよ。あれ、まあ、隊長、この二人はどうするんですか。3号機はまだ。ああ、それはこっちで何とかするわ。お前たちは現場に急行してくれ。俺は後から合流するから。それでは第二小隊出撃します。お前たちには別の任務を与える。実はさ、ここに3号機ないんだよね。篠原の八売り工場に調整と整備で出してあったんだけど、あっちもこっちも人手不足でね。悪いんだけど、3号機を八王子まで取りに行ってほしいんだわ。それじゃあ、よろしく。はい。ああ、そうそう、うちのモットーはね、だからさ、みんなで幸せになろうよ。だからね、そこんとこよろしく。いたか。ダメです。くそ。こんなところで。どうしたんですか。しっかりしてください。俺に構うな。大変だわ。早く病院に運ばなきゃ。こんにちは。はい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 。あれよ、みどりじゃないか。どうしたんじゃいきなり。こんにちは、おじさん。みどり、お前何しに来たんじゃ。あ、そうそう、実は怪我人がいるんです。出血がひどくて、すぐに見てほしいの。何、すぐ連れてこい。とりあえず止血と縫合は終わったわい。まあ、傷は大したことないから命に別状はないな。じゃが出血が多いんでしばらくは安静じゃな。そう、よかった。しかしどうしたんじゃ一体。だいたいこいつは何者で、そいつは誰なんじゃ。あ、そうでした。こちらは私の同僚の巡査です。そちらに寝てる人は、道路で拾った人です。
道路で拾った？はい、道路に倒れていたんです。おいおい、どこの誰だかわからん人間を担ぎ込んだってわけかい。私の名はクリシュナ・アマルナート。どこのどなたかは存じ上げないが、助けていただいたことには感謝します。しかしここでじっとしているわけには。無茶するやつじゃわい。血が足らんのじゃ、しばらくは立てんぞ。とりあえずあいつはうちで預かってやる。目を覚ましてからどうするか決めたらええ。怪我人を放り出すわけにもいかんからの。ありがとう、おじさん。ところでお前たち、仕事の途中じゃなかったのか？早く二課に帰らないと。渋滞に捕まっちゃいましたね。はい、こちら特殊二課第二小隊3号機キャリアです。お前たち一体何やってんの？まさかデートとかしちゃってるんじゃないでしょうね。してませんよ。首都高速の渋滞に捕まってしまって動けないんです。あ、そう。それで今どこ？ベイブリッジの手前です。そいつはよかった。そうかそうか、いきなりでなんだけど一仕事やってもらうよ。はい。3号機はその場でリフトアップ。首都高速湾岸線ベイブリッジ上で破壊活動を行っているレイバーを速やかに確保し、搭乗員の身柄を拘束せよ。以上。いきなり初仕事で単独任務っていうのもなんだけど、お前たちが現場に一番近いのよね。俺たちもさ、可能な限りそっちに急ぐから、お前たちだけでなんとかやってよ。それじゃあ頑張ってね。はい、頑張ります。車両が多数停車しています。乗っていた人は避難が完了していますけど、蹴飛ばさないように注意してくださいね。タイラントの搭乗者の方、あなたは道路交通法違反並びにその他の法律違反を犯しています。直ちにレイバーを停止させて降りてください。全然応じる気がありませんね。しょうがありません、やっつけちゃいましょう。
タイラントの搭乗者の方、いい加減諦めて降りてきてください。ご家族の方が悲しみますよ。しょうがありませんね。3号機、タイラントのハッチを開けてください。あ、起きた。あ、よかった。死んじゃったかと思って。私まあ軽い脳震盪ってやつさ。外傷は全くないわけだから問題ないでしょ。もっとも3号機は頭が取れちゃって真っ黒焦げだけどね。3号機かわいそうだな。あれだけの爆発に巻き込まれてかすり傷一つなしだったんだ。それだけでも儲けもんだろう。そうね、軽い脳震盪で済んでよかったわ。あ、そうそう、あなたが目を開かないものだから空谷さんが取り乱しちゃって大変だったのよ。あはは、緑ったら大げさなんだから。だって目を開かないんですよ。心配じゃないですか。入隊早々偉い目にあったな貴様。まっともこれぐらいのことでへこたれていたんではレバー隊員なんて務まらんからな。さすが、いつもぶっ壊してるやつは言うことが違うね。なんだと？まあまあ太田さん。それにしても初出動でいきなり単独任務だっていうのによくこなしたよ。ほんとこりゃ俺たちもうかうかしてらんねえな。な、太田。なんで俺に振るんだい。火災ベイブリッジで取り押さえた2台のレイバーについてですが、2台とも活動を停止した段階でコックピットが爆破されています。3号機の場合はハッチを開くと同時に爆破されましたが、調査の結果どちらの機体ともコックピットに操縦者が乗っていた形跡がないそうです。また事件の直後にテロ組織海の家から犯行声明が出されています。あ、無人機だったんですか。人が乗っていなくてよかったですね。通りで動きがぎこちないと思ったぜ。しかしなんでわざわざコックピットを爆破するんだ。大方見つかるとやばいものでも積んでたんだろう。無人機か。やっぱり海の家も人手不足なのかな。確かに無人機が暴れてくれりゃ構成員が逮捕されることもないわな。しかしぎこちないと言っても俺たちを相手に戦えるだけのプログラムを組んだんだ。相当な腕のプログラマーがいるのは間違いないだろうな。だからかな、コックピット爆破したのは。海の家って何でしょう。は？お前そんなことも知らずによくレイバー隊員なんてなれたな。海の家っていうのはな。おっと、それから先はこの私が説明してあげよう。海の家とは、環境保護の観点からバビロンプロジェクトに反対し、それを阻止線として過激な犯罪を繰り返す環境テロ集団なのである。バビロンプロジェクト断固阻止を謳い文句に、爆弾テロ、要人暗殺、政治的デモンストレーション、サボタージュ、銀行強盗にコンビニ強盗、果ては無銭飲食までやらかすという極悪非道な連中である。バビロンプロジェクトで大規模に使われているレイバーをもその標的とし、レイバー犯罪を繰り返し、先の戦闘の、あ、いや、もとい、レイバー工場連続爆破事件も、この海の家の仕業である。とまあ、言うなれば、我ら特殊ニカの宿命のライバルといったところかな。どう？わかった？はい。海の家は、地球に優しいテロリストなんですね。だはああ、松井さん、後藤ですけど。
やだな。お返ししますって、精神的に。